値上がり立花渦巻き、市村坂井右衛門、宇左衛門は、歌舞伎役者の名跡。名の部分は七代目までが、宇左衛門、以後が宇左衛門。野号は七代目までは、不詳。七代目から十六代目までは、菊屋。十六代目以降は、立花屋。十六代目以降の縄文は、値上がり立花、開門は物は渦巻き。当初、市村宇左衛門は、 江戸三座の一つ市村座の座元の名跡だったが、元六年間から座元が役者に転じたり、逆に役者が座元を兼ねたりすることが多くなる。そして、明治末年に市村座の経営権が田村成吉の手に渡ると、市村宇左衛門は単に役者の名跡となった。市村座の歴史は、寛永年間に村山又三郎が江戸に出て、吹山町に、 村山座の矢倉を挙げたのに始まる。しかし、村山座の経営は不審で、年を追うごとに負債がかさんでいく。又三郎の後座元を継いだ女性の村田黒衛門は、自らが病弱だったこともあり、又三郎が数ヶ月後に病死するとすぐに、村山座の工業権を売却してしまう。これを買い取ったのが、上州の人で、村山又三郎の門人だった、市村宇え江門である。 この時座名も村山座から市村座に変わった。2001年に死去した先代の市村宇左衛門は17代目だった。しかしこれまでに市村宇左衛門、宇左衛門を実際に襲名した者は12名を数えるのみである。残りの5名はいずれも死後に代々の市村宇左衛門に数えられた増南代目の市村宇左衛門である。そもそも市村宇左衛門とは 村山座の工業権を買い取って市村座を始めた上州の人市村うざ衛もんの本名である。にもかかわらず彼は市村うざ衛もんの宗祖としてではなく三代目として数えられている。これは彼に先立って村山座の座元だった村山又三郎と村田久右衛門の両名にそれぞれ初代うざ衛もんと二代目うざ衛もんが追贈されているからである。 また今日四代目、六代目、七代目のうざい門として知られる人物は、いずれも諸藩の事情から、市村座の座元は継いだものの、うざい門の業績を襲名するには至らなかったもので、死後にやはり、市村うざい門が追贈されて、代々に加えられたものである。十三代目、市村うざい門の雨売り渦松町角で、人形や楽器などの芸を披露しながら、 雨を売り歩く江戸の雨売りに奮した十三代目、市村うざえもん。その派手な衣装には、縄文の値上がり立花とカえモンの渦巻きが鮮明に染め抜かれている。渦巻きは雨売りの商標でもあった。初代、歌川薫縁が、雨あたい渦松、市村うざえもん。ありがとうございます。